このレクチャーでは、最も重要な基本の5本のバラでアウトラインを決める組み立てを説明したいと思います。初めてのブーケ作りを成功させるには、ベースとなる枠組みが重要です。その枠組みが制作途中で動いてしまうと、綺麗な丸い形のブーケが作れない原因となります。そのような失敗をしないよう、その対処法もお教えしたいと思います。ポイント1。基本の5本の花は絶対に動いてほしくないので、ワイヤリングの下準備の段階で、この5本の花だけは他の花より少し太めのワイヤーを使用しました。こうすることで花自体が固定することになり、型崩れによる失敗が軽減されます。ポイント2。フォーカルポイントのお花はまっすぐ上を向くので、このまま使用します。残り4本のお花はブーケ底辺部分に来るので、綺麗な円形を描くためにすべて同じ長さにします。今回作るブーケは直径18から19センチくらいのものになるので、4本すべてのバラを花のトップから9センチのところで直角にワイヤーを曲げます。こうすることで綺麗な円形を作ることができます。ポイント3。組み立てて固定します。フォーカルポイントの花のトップから10センチのところにギャザリングポイントを決めます。ここにすべてのワイヤーが集まるように束ねます。まず2本の花の位置を決めてテープで固定します。この段階で花がくるくると動きますが、あまり気にしないでください。後ほどしっかりと固定をします。さらに残りの2本をテープで固定します。4本の花をすべてギャザリングポイントに束ねたら、この4本のワイヤーが動かないようにテープをクロスさせながら何回もテープを巻き、しっかりと固定します。そしてハンドル部分の一番下までテープを巻き下げていきます。テープは引っ張りながら巻くことを忘れないでください。角度を整えます。
次のレクチャーではその他の花で基本のアウトラインをつなげて丸いドーム型のブーケにします。